はい、どうも、タクタクです。本日はこちらのゲーム。妖怪変化。妖怪変幻ですね。すいません。妖怪変化ではない、よくある話ですよ。今回は妖怪変幻ですからね。はい、こちらのゲームやっていきたいと思います。キノコヌンというね、ゲーム、皆さん覚えてますか？なんとその作者さんのゲームでございます。このゲームはフィクションです。実在の人物、団体などとは関係ありません。また一部残酷な描写が含まれています。ご注意ください。なになに？磯塚。いやー、事務所の近くにこんな古びた社があったなんてね。あった、あの箱かな。依頼にあった妖怪の入った箱ってのは。あの箱、タイトルに出てた子じゃないんだね。この人はなんかあれか？磯塚探偵事務所、所長兼妖怪ハンター。なるほど。そういうストーリー性。ちまきくん、こっちだ！あ、もしかして、そういうことか。ちまき。ちまきって美味しいですよね。食べたことあります。もちもちしたやつ。震えてるな。寒いのか。夏もそろそろ終わりだしね。ちまき。磯塚探偵事務所。探偵助手、アルバイト。バイトなんだ。違うの？寒いというよりも、悪寒がするって？ははは、怖がりだな、ちまきくんは。何が出ようと妖怪ハンターであるこの磯塚がいるから大丈夫だよ。心配無用さ。ま、ちゃちゃっとこの仕事を片付けよう。こっこっ。わっ。ただ草むらが揺れただけだって。ほらほら、さっさと行くよ。臆病なんですね、ちまきは。キーボード方向キーで移動を。なるほどね。僕、コントローラーでやってんだけど、大丈夫なのかな？あ、磯塚さん、お操作。これ。あ、生きる。調子ダッシュ、オン。あ、調子もオンになってたの。ごめんなさい。これで、どうかな？オッケー。じゃあこの箱を開けましょうか。あれ、やっぱなんかいるわ。わあ、磯塚さん出ました。ああ、ちまきくん、たくさん引き連れてきたね。はいはい、しょうがないな。行くぞ！ん？お札だ。この札はお前らを消し去る我が力、妖滅の札だ。現世に迷う悪しき魂たちを、何時らを無へと返さん。妖滅の札、触れるだけで怪異を消滅させる札。お、来てる。お、かっこいい。そして、はぁ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 、ザコイ、歯ごたえなし。ちまきちゃんがキラキラしてる。さて、あとはその箱を封じるだけだな。君なんかした？ちまきくん邪魔だから下がってね。これでフィナーレだ！覚悟決めたかった。そしたらなんか出てきた。思った通り簡単な仕事だったな。なんか出てきたわけじゃないのか。あ、これ封印したのか。ちまきちゃん何もしてないけどね。えへへ。これでお金ゲット。今回の依頼の金額はやべえぞ。おひひ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 。全くバレー商売だぜ。俺には霊が見える程度で霊能力なんてこれっぽっちもないっていうのにな。あの札は？この札で触れるだけで化け物は簡単に帰散しちまう。この飯の種は手放せん。なるほど。そういう裏が。さあ、ちまきくん、帰るぞ。外身と中身がすごい差ですね。封印できてないよ。ん？なんだ？聞いてなかった？
お、出てくる。うわ、やばそうなのができた。なんだあれは。てか、やけに長い。いや、そんなのはどうでもいい。なんで、飯したはずの箱から妖怪が出てくるんだ。そういえば、あの妖怪の箱とやらに、ベタベタと札が貼ってあったな。もしかして、飯したんじゃなくて、封印を解いてしまった？最悪や。どうした、ちまきくん。え？あれは危険。もう仕事は終わったから帰ろうって？ははははは。何を弱気なことを、ちまきくん。妖怪ハンターの磯塚が、この程度の会に遅れを取るものか。その札頼りじゃん、毎回。この札さえあれば僕は無敵なんだ。どんな妖怪だろうと、怪物だろうと、滅せれる。その札はどこで手に入れた？よねー。不安なんだ。足の指、なになに？ X キーまたは右クリックでスキルは、使用。足指に近づいて札を叩き込め。ちまきは不安ながらも応援してる。なんかずっと ちょっと待って。これでね、叩き込めばいいのね。いくぞ！入れたぞ。うわ、こうやって一気に弾き返される。いや、ちょ。これライフ性がわかんないけど。てや！で、すぐ前に出ないと敵やってくる。結構楽勝。おら！いいぞ。順調。いいよ。てや！ははははは。やはりこの、妖滅の札、そこらの三流の札とは違うな。いかに巨大な妖怪怪物であろうとも、勝てる！なんだと？僕の飯の種、僕のすべてが、ガガガガガガ。なんかいろいろ入ってってる。青くなったよ。死んだ。死んだか取り憑かれたか。あ、死んだ感じだ。え？うわー、いっぱい出てきた。お、飛んでった。妖怪偏見。今、こっから、こうオープニングだった。ここまでがオープニングだった。死んでるね、絶対これ。泣いてる。ああ、その小僧はどうやら呪われてしまったみたいだな。呪われてるだけかな。一体の呪いは大したことはないんだが、あの数ではな。あれだけ暴れるんだ。温厚な妖怪どもは、もうあんなに痛みつけられたら怒るだろうよ。自業自得だ。いずれ死に至るだろう。このままでは長く持たんだろうな。呪いを解くには、飛び散ったあの妖怪どもを何とかしなければならん。誰なんだろう。まあ、妖怪ハンターらしいからな、この小僧は。自力で何とかするだろう。カカカカカ。おい、誰と話してる？もしかしてジョーちゃん、一人であの妖怪どもに立ち向かうつもりか？やっぱ、あ、ジョーちゃん、女の子だったな、やっぱり。やめとけ。妖怪なんてのは人の手に負えるもんじゃないぞ。ジョーちゃん、考え直せ。まっとうに生きるのをお勧めするよ。それに、そんな奴助ける必要もないだろう。金の亡者。助けなくてもよくない事情が、これです。いや、ちょっとエピソード短い。なんかあったんだね、多分ね。理由はわからんが、その小僧をどうしても救いたいんだな。はあ。止めたっていきそうな面だな。やれやれ。二口！お前が喋ってんか？おっと。まあ、俺も箱の中にいた妖怪だが、ジョーちゃんの味方だ。人間に対する強い恨みは風化しちまったんでな。
まあ、箱の底でじっとしていたわけだ。なので、そんな警戒しないでくれ。わしの名は二口。まあ、見ての通り、口の妖怪だ。二口、妖怪の箱から出てきた。口の大食いの妖怪。こういう妖怪は、まあ、オリジナルですかね。ふたに口。ジョーちゃんがそいつを助けたいと言うなら手を貸そう。まんまだけどな。まあ、口しかないんだがな。口しか出せんが。まあ、助言もありがたいですよね。なぜ手伝ってくれるかって？そうさな。いやまあ、G の気まぐれというやつだ。よろしくな、ジョーちゃん。そこにおるのか。目つき怖えよ、ちまきちゃん。これからよろしく、忙しくなりそうだわい。8月24日。夏も終わりですな。まあ、今収録9月10日ですけど。あ、二口飛んできてんのかな、これは。ふぅ、シャバの空気はやっぱりいいなぁ。やはり頭の上は落ち着く。すまんの、頭に乗ってこその二口妖怪なのだ。あ、あれか。妖怪二口って女性のなんか、髪のなんか、裏側になんか、ついて、夜な夜ななんか、食べ物を食べるっていう、なんか妖怪見たこと、それか。実際にいるやつか。なんか忘れてた。重さは感じないと思うが、まあ、カチューシャだとでも思っておいてくれ。奇抜なカチューシャだね。やめろ、俺の札が。もうねえよ、札は。厳しく。苦しく。よろしくないみたいだなかな。しかし、正直、我々に対し、あれだけの、単価を切ったやつが、このざまとは、正直、ちょっと胸がすくぞい。怒ってる、でも。かわいい、ちまきちゃん。やめい、やめい！それだと、ジョーちゃんが痛いだけだろうが。あ、牙に当たってるから。ああ、わかったよ。こやつの悪口はもう言わんよ。それにしても、この小僧をジョーちゃんは吸いているんだな。誰でもいい。助けて。金はやる。いや、やっぱ嫌だ。金はやらん。どっちや。すぐ出てるよ。こんなやつなのにな。よし。では、そろそろ行くか。妖怪を探しに。おー、動ける。これメニュー画面的なものってのは、あ、ちょっと話しかけていい？磯塚。寒い、寒い。磯塚は苦しそうだ。電話がある、電話が。電話関係ないんだ。へえ。絵が飾ってるタイトルは、16を基準としたベリリウム。なんのこっちゃ。いや、本当だよ。ベリリウムって何？帽子かけた磯塚はいつもここに帽子かけていた。帽子はそういえば。帽子は飛び出した妖怪のうち一匹が持って行ってしまったようだ。どっかで見つかるかもしれない。探してあげたいですね。いやいや、おはようございます。いや、妖怪のキノコだよ。やばい。本当に？さあ、簡単なチュートリアルさ。僕たち妖怪は話しかけられるのが大好き。だから見つけたときは話しかけてあげてね。きっと仲良くなれる。じゃあ、早速僕と会話しよう、してみよう。僕と向き合って、キーボードなら Z、マウスなら左クリックだよ。コントローラーなら。ふむ、どうやらこの雑魚につけ、られてしまっていたようだ。まあいい、わしからも教えることがある。このキノコと楽しく会話としゃれ込むではないか。ほう。ははは、騙された。この人、あ、壊れる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 。あれ？ゲロマズお化け。倒したけど、上出来だ。このようにわしは妖怪を食らうことができる。大抵の妖怪なら何でも食えるぞい。強っ！だからジョーちゃんは妖怪を見つけてこうやってわしに食わせてやればいい。話にはならなかったですね。わしが頭にいるときに Z もしくは左クリックだからの。ただし！この状態では妖怪のはわしの胃袋に収まっただけで死んではおらん。まあ多少消化できるが大体の魂は無理なのだ。というわけで、このままだと小僧への呪いの干渉は、わしの胃袋からでも続いてしまっているのだ。そう焦るな、ジョーちゃんよ。そこでだ、わしは一つ面白いことを思いついたのだ。それでは、下の階の事務所に行こう。面白いことね。これさ、このアイコンとかは何なのかな？
下の事務所も行くか。状態、あ、ダメ、あれヒットポイント的なことか。特に何もない。かやかってる。あ、磯とか引けるのだろうか。確かに、なんでかかってんだろう。ここ下って言ってたね。ではそこの事務所に入ろう。ちなみにこのビルにいる間は、時間が止まってるぞい。スタミナも減らんようになっとる。疲れたらこのビルに退散しゆっくりしようや。なるほど。これ何？去年の使ったクリスマスツリーが入って、とてもいい思い出だった。とても。中には？何？お、タバコを手に入れた。100点。ちまきちゃんは好きなんですね。磯塚のことがね。さて、ここは事務所だ。ここでは西部や翌日まで就寝したり、妖怪辞典を読んだりする、とか、いろいろできる。ジョーちゃんの拠点よ。今から私が話すことを忘れてしまったとしても、説明書で読み返すことができるぞ。あ、ありがたい。さて、そこの部屋のテーブルの上に箱が置いてあるな。うむ、ジョーちゃん見覚えあるな。わしら妖怪を封印していた箱だ。昨日は何の因果か、この蓋は開いてしまったかな。しかし、こいつの持つ封印の力は衰えておらん。というわけで、これからわしの胃袋にいる妖怪をこちらの箱に移す。この箱に閉じ込めてしまえば、妖怪の干渉力はなくなり、あの小僧への呪いの力も弱まっていくという寸法だ。妖怪もわしが弱らせているから、内側から開けられる心配もないぞい。では早速封印してみよう。ほう。封印、変化、試食。そんなことできる。うん。お、入れた。プラス110点。うむ、無事封印できたな。さて、基本的な流れはこれでいいのだが、うむ、これから先、妖怪を発見するのは困難を極めるだろう。ほとんどの妖怪が先ほどのキノコ野郎みたいに、のこのこ出てくるわけじゃない。逃げたり隠れたり、こちらを襲ってきたりとかな。パンチ。うむ、まあ、ジョちゃん頑張るとして、だがそれだけじゃダメなことも多々あるだろう。そこで、わしはジョちゃんにプレゼントをやるぞ。先ほど妖怪を食った時に点数が出たな。そして今点数がこの箱に移った。この点数が一定数溜まったらジョーちゃんに変化の力を授けようと思う。まあ要するに、妖怪の姿に化ける力のことだ。ジョーちゃんに別の妖怪を憑依させて、それの力を引き出す。かっこよ。あ、いやいや、さすがに捕まえて妖怪をジョーちゃんに直接憑依させるわけではないから落ち着け。妖怪を捕まえていくとな、時折、根核というものが手に入ると思う。その核とは、核とはわしのため、込んだ妖力を練り合わせて特殊な妖怪を作る。外にいる妖怪とは違う、ジョーちゃんのための妖怪というわけだ。それを憑依させるんだ。へえ、そんなことができる。妖怪を食らうと。点数をゲット。点数を箱に封印すると、お得な変化、妖怪が手に入る。点数でお支払い。なるほどね。ちょっとやってみたいですね。まあ、長々話すより実際手に入れてみた方が早いだろう。わしは今2つ、根核を持っておる。ちょっとつてがあってな、今朝2つ手に入れてきた。犬と猫の根核だ。わしの妖力を多めに使用しているので、最初の点数は安くしておいた。好きな方を選べいい。ほう。皆さんは犬派ですか？猫派ですか？これなんだ。お！何これ？そうなの？肉体改造ってのもある。俺はちなみにですね、あ、待って、自分に正直、惑わせることを、うん。スキル、方向？いいですか？吠える。相手はビビる。それだけ。ちょっと待って。もう本当漢字が読めるスキルがもうない。俺に漢字を読むスキルをまずは付与してくれ。自由さ、勝手気ままを愛着する。スキル加速を素早く動く。しかし、老猫にはスタミナがない。ほー。ビビらせていいのかって話だけど。あー、でも猫の方がいいんじゃない？いや、どっちだー？こっちにする？ワンちゃん派だしな、俺な、割と。猫飼ってんのに？ワンちゃんにしようかな。キャット。犬を手に入れた。うん、犬を手に入れたか。画面右下のジョーちゃんの顔に、マウス矢印を乗せると、変化対象を選ぶことができる。左クリックで選択すると変化したいものになれるぞ。キーボードの操作の場合は、ASDF にて、に手に入れた妖怪をセットされている。G で元の姿に戻るぞ。
むずいな、これ。変化後は右クリック、X キーでスキルを使う。どんな能力か使って確かめてくれ。ちなみに、スキルはジョーちゃんのスタミナを消費するぞ。右下のゲージがそうだから気をつけるように。まあ、これはどうでもいいんだが、変化の元になっている妖怪もこの事務所のどこかにいると思うぞ。暇なら話してみるとことだ。能力についてや何かしらのヒントを教えてくれるかもしれん。こう、キーボード以外でやってる人だと思う。まあ、また見れるみたいなところ。コントローラーだと。コントローラー、あ！いけた。かわいい。確かにスタミナ消費してんだか、これ。ぽよぽよぽよ。ぽよぽよ。あ、吠えてる。デュン。妖怪辞典を読む。こういう要素もある。ちょっと妖怪辞典見ましょう。キナカ！キナカ！山の中に住んでいて、葉っぱ一枚あればいい。葉っぱ大だ。野生児。山にうじゃうじゃいたりする。基本的には無害。だが弁当を盗まれたらあなたのお昼は致命的。しかし、こいつはそれとは違う。なんだか見ていると怒りが湧いてくるのは前世の記憶が真っ先に仕留められて満足を感じている。故にこの世界はキノコとは無縁となった。過去作に引っ張られているんじゃないのかな、最後のやつは。怖すぎたかんな、キノコのかな。これでいいのかな。はい、といったところで。じゃあちょっと次回から本番ですね。こう、かわいいワンワンにも変身できるし。何よりね、ちょっとちまきちゃんがね、かわいいですね、この子ね。はい。磯塚さんがなかなか人的な内面に秘めているものが破綻してるんだけど。わかんないですけど、この二人何があったのか、雨の日にね。そういうところももしかしたら、ね、進めていくと分かってくるかもしれません。といったところで、それではこの続きはまた次回よろしくお願いします。それでは、したっけ。